それでは、笠原選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず試合を終えた率直な感想を聞かせていただけますか。まあ、とりあえずあの勝利できてほっとしました。ありがとうございます。対戦を終えて相手の印象というのは戦う前と後と違いましたでしょうか。そうですね、すごい動画見てもどの動画見てもすごい強い選手で、なんだろう、なんかすごいアグレッシブだし、なんか技一つ一つもすごい強い、やっぱりチャンピオンだなって感じ、レベル高い選手だったんですけど、やっぱやってみてなんか1ラウンド目でもういけるなっていうか、そういう思いがありました。はい、ありがとうございます。今回東京ドームでの試合でしたが、ドームの印象はいかがでしたか。そうですね、やっぱり花道も最高だし、なんかお客さんもいっぱい入ってて、なんか広くてすごい最高でしたね。はい、ありがとうございます。それでは今回試合に勝利しました。今後の展望というのをお聞かせいただけますか。そうですね、やっぱ僕もシュートボクシングを盛り上げるためにこういう団体に出させていただいてるんで、しっかりシュートボクシングも盛り上げつつ、強い選手とやって、やっぱ年末だったりとか、そういうまた大きい舞台に出させていただきたいなと思います。ありがとうございます。それでは続いてマスコミの方からご質問ある方いらっしゃいましたら挙手にてお願いいたします。はい、では順番にお伺いします。英語学というか、実際こう戦ってみて、中島選手は非常に完全身なので、ちょっと他のキックボクサーと戦い方が違うと思うんですけど、こうやりにくさってありましたか。そうですね、やっぱ蹴りが変則的で、ちょっと見えづらかった部分とかあったんですけど、まあ、やりづらさは全然なかったですね。はい、先ほど1ラウンドで勝てると思ったとおっしゃってましたけど、それはこうどういう感覚だったんでしょうか。どういう感覚、なんかもうやってみて、なんか全局面で僕の方が強いなっていうか、それは思いましたね。あとはもう変則的な蹴り技だけちょっと気をつけようっていう感じでした。ハイキックは当たると思いました。僕のハイキックです。あ、もうあれも狙ってたんで、なんか当たると思ったっていうか、まあ、当てようっていう感じで練習してました。はい、ダウンを奪った感じなんですけど、どういうタイミングで打ったか自分が覚えてますか。そうですね、なんか今あんまり覚えてないですね。はい、昨日のテーブルがしっかり出したってのは良かった部分でありますか。そうですね、でもダウン取ってもやっぱり最後まで倒しきれないのがやっぱ僕の弱みっていうか課題、ずっと課題なんで、まあそこを持っていかないとっていうか、もうこういう大舞台でもリスクしょってもっと倒しに行かないとなとは反省してます。お疲れ様です。ありがとうございます。今日シュートボクシングから2名出て、その先陣を切るって形でしたけど、その辺ではプレッシャーありました。そうですね、プレッシャー、やっぱこういう大きい舞台出させていただくんで、それ自体のプレッシャーあったんですけど、先出るとかそういうプレッシャーは全然なかったです。はい、終わってから周りからどんな褒められ方をしたんですか。褒められ方、どうだろう、まあ、でもやっぱセコンドしかまだ会ってないんで、あとまあ会長にもさっきあったんですけど、褒められたっていうよりかやっぱ最後倒しに行けなかったなっていうか、まああそこは倒さないとみたいな感じで言われました。やっぱりシュートボクシング内の戦いとこういう大きな対抗戦ではちょっと意識って変わってきますか。そうですね、でもシュートボクシングでも他団体のチャンピオン、強いチャンピオンとやるんで、まあ、全然そのチャンピオン対決とかそういう舞台 の, その変な意識はなく、まあ、ルールちょっと違うだけかなとは思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、あ、では後ろお願いします。いいファイトの堀内と申します。お疲れ様でした。メインイベントで那須川天心選手を引退するっていうところもありますけど、なんか今大会のニックネームは振動が認めた男っていうふうになってたのをご存知でした。そうですね、前回の雷神からですよね。はい、なんかそれも踏まえて今後こう格闘技界でどんな選手になっていきたいかとか、
望、目標があるのを教えてください。そうですね、まずなんかすごいすごいありがたい、キャッチコピーっていうかだなと思ったんですけど、でもなんかもうちょい違うのにしてほしいなっていうのは思ってますね。また次ちょっと変えてもらえないかなとは思います。あとまあでもそうですね、那須川選手にもああやって言っていただけて、あれ なんて言ってたんでしたっけ、あの目標が、そうですね、あのそうやって強くなるよとか教えていただいたりして、まあ、そういうキャッチコピーもつけていただいて、まあ、自分もまだまだもっと上に行けるなっていうか、スターのところまで上り詰められるなっていう思いがあるんで、しっかり、まあ、勝っていって、まあ、年末に向けて出たいと思いますし、自分の団体のシュートボクシングも背負って盛り上げたいと思ってます。はい、ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、フリーライターの橋本です。じゃあそのキャッチフレーズを、変えてもらうにあたって、はい、自分のここを見てほしい、ここをアピール したいっていうのってどんなところですか。そうですね、まず僕も他の選手より花があると思いますし、もうそこと、あと技も僕も何でもできるんで、なんかそういう面だったりとか、しっかり倒しても、相手も倒せますし、そういう面しっかり見て、決めていただきたいなと思います。はい、今日の試合、例えば、まあ、K-1 クラッシュって打ち合い上等みたいなところがあると思うんですけど、自分の方がやっぱり幅が広かったみたいなところって感じましたか。そうですね、やっぱクラッシュの選手とかはパンチが多いんですけど、まあ、僕結構経理主体で戦ってるんで、なんか そこの部分で戦い方が違ったのと、まあ何でもできるんで、なんかどの局面でも対応できるなとは思いました。はい、そうです。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それでは笠原選手の試合後インタビュー終了となります。ありがとうございました。